はい、どうもちゃ、弟子一です。今回も塾長暴露講座をお届けさせていただきます。今回は塾長と某謎のホテルより、ライブにて収録したものをお届けさせていただきます。テーマはこれからの時代確実に流行るライフスタイルに関してです。ガチンコマイル塾ではマイレージに関してたくさんのお話をさせていただいてますけども、これからの時代主流になってくるライフスタイルについても今回詳しくお話しいただきました。ぜひお楽しみに。ガチンコマイル塾よっ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどんな感じですか、天気は。今日はもう外暗いですね。あ、外暗いんですか。はい。じゃあ今日僕と一緒ですね。そうですね、今日も塾長と一緒に進んでます。そして今週また僕が、呼び出し食って、はい、それで東京にいるという。そうですね。で、弟子一も南の島から東京に来たんです。はい。じゃあ東京に集まってるんですね。そうですね。今日は何かあったんですか。今日はあの弟子の昇格式ということで。お、認定式。そうなんですよ。で、弟子ってどういう順番に上がっていくんですかね。順番というのはステップとしてですか。うん、そうですね。まあ結構あれですよね、いろいろとこうガチンコのプログラム見てくださったり、まあ、実際に塾長のセミナー。 YouTube リスナーとか今何人ぐらいいるんですか。 YouTube リスナーは3万人ぐらいいらっしゃいますよね。3万。はい。あ、でじゃ あの無料の弟子とかに登録してる人たち何人ぐらいいるんですか。メール会員さんも数千人いますね。お、じゃあもう何千人もいるんだね。そうですね。あ、でその中から、まあ弟子になるわけだけど、弟子の前に何かあるんですか。じゃあそうですね、いろいろとそのまあこうなんていうか、講座会員さんというんですかね、あガチンコプログラム会員さん、プログラム会員だったり、はい、そういう人たちいろんなセミナー出たり、そうですそうです、無料のねセミナーもあるし、はい、そうですね、そういうの出てくれればじゃあ修行僧っていうのになるんですね。そうですね、修行僧だね、はい、じゃあガチンコ修行僧になって、で修行が終えたら、はい、一発目の下脱で弟子になれる、はい、そういうことですね。じゃあ結構ランキングは高いですね。今回もかなり倍率高かったというか、じゃあ下からいくと YouTube セミナー、 YouTube でまず聞いて、はい、で次が、無料の、登録のいろんな、ね、情報が送られてくる、ね、ガチンコ無料、はい、無料で死んだって、はい、その後セミナーとか出てる、そうですね、有料弟子というか、はい、その修行僧か、そうですね、ガチンコ修行僧になって、はい、でそこで、まあ、もうほとんどの、まあ、セミナーを網羅したり、それから塾長に会いに海外に来たりすると、す、ね、弟子認定式に出れる、出るかもしれない、ね、あ、かもしれない、はい、結構厳しいですね。厳しいですよね。じゃあ、もうかなり少ない人が選ばれたというか。そうですね。あ、じゃあ今日僕が会ったのはそういう弟子認定式の人ですね。はい。あ、結構少ないですね。はい、半端なく少ないんですけど、倍率が相当高いというか、はい、それで弟子になったって人たちだった、ね、そうなんですよね。さすがにいい人たちばっかりだったもんね。はっぱなくいい人ばっかりでしたね。よくもまあああいういい人たちばっかりになるなって感じはするんですけど、はい、まあ、うん、そうだな、サラリーマンもいるし、はい、普通の、一般の人たちもいるし、そうなんですよね、すごい、お金持ちの人もいたね。そうなんですよ、まあ、上から下まででびっくりだよね。はい。そうか。でまあ、話的にはどうでした今日は。今日のセミナーは、まあ、弟子認定式のセミナーっていうのを僕は話したんですけど、うん、どんな感じでした今日。そうですね、まあ、いろんなこう、まあ、塾長がなぜガチンコをやられているのかだったり、まあ、その大富豪クラブがなぜやられているのかだったりとか、まあ、それに対してまた今後塾長がどういう方向に進んでいくのかっていう話を聞けて、でそれに対して僕たちとのこう接点みたいな話も、踏まえてあったので、すごいやっぱこう痺れますよね、単純に。なんかびっくりしたのは、僕普通に説明してたんだけど、なんか泣いてる人がいたよね、はい、あ、そうですね、10人かいたよね、はい、もうな、僕は普通の話してるんだけど、やっぱり、まあ、みんながこう悩んでるのとか、そうなんですよね、か、あのそれから答えが見つかったり、はい、そういうのがするのかもしれないね、はい、まあ、僕の場合いつもブーポチでわざと話しないんだけど、はい、あれは、話しちゃうと、ね、あの簡単に分かっちゃうとあんま良くない。そうですよね。ちゃんと僕の無料のセミナーでもいいし、何でも出てきてもらって、はい、そこで僕から直接答えを聞いてもらえば、そうですね、まあそれが、あ、こういうことだったんだって分かってもらえるし、うん、来るまでの間に自分で考えるじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、それが大事なんでね。あれって何だったんだろうみたいな、あれをやっぱりさせてあげないと人間って成長しないので、はい、すぐパッと答えを教えてもらうともう終わりなんですよ、はい、
答えは要するにカンニングと一緒ですよ。そうですね、テストしてカンニングして、はい、じゃあ分かったみたいなつもりなんで、それ全く自分の意味自分に身につかないので、うん、そうしないにわざと教えなかったりっていうのが多かったです、はい、なるほど。その中でいて、まあ、今日いろんな、ね、女子も来てた、女子が多かったね、今日はね。今日はそうですよ、多かったです。女子が半分ぐらいいて、はい、お女子が最近増えたんだなっていうことで、なんかあれだね、女子は結構、クルーズライフとかさ、あ、はいね、クルーズがいいですとか言ってるわけ、はい、クルーズはマイルないでしょみたいに言ったんだけど、うん、クルーズもなんかランキングあるみたいに、ね、なんか言われてましたね。クルーズのプロが来てたし、はい、あと、なんか、ホテルスタイル憧れますとか、ああ言いましたね。いたよね、はい、ホテル何好きなのみたいな、はい、はい、前でも好きなんですけどホテル の, あのライフスタイル憧れます、うん、なんでって女子に聞いたら、いや掃除洗濯いらないそうですよ ね, ね、食事も作る必要ないじゃないですか。確かにそうだなと思って、うんうん、そうするとやっぱり女子も最近増えてきたから、はい、こう新しいライフスタイルとして、はい、まあ、普通はねなんか大金持ちがやるようなホテルライフスタイルなんていうのはあったんだけど、はい、僕たちの場合って今日だって弟子ここスイートルームでしょ、これ今それで収録させてもらって、これ普通にいくらぐらいですよね、一泊通して。これ普通に予約したらですよね、うん、17、8万ぐらいするんじゃないですか。あ、17、8万ぐらいだよね、はい、それいくらぐらいと思って今日はまあ1万5000円ぐらい、ね、1万5000円ダメだそれ言っちゃ、あ、すいません、ここで言っちゃダメだよ、すいません、すいません、17万で泊まれるの。そうですね。でそれ無料で何もしなくてアップしてくれ、勝手にアップしてくれましたね、ホテル側が。うわすごいな、それだって一泊15万得するってことだよね。そういうことになりますね。そしたら1週間泊まっちゃったら100万、はい、うわとんでもない。それが何何をポイント使わなくてそれの金額になっちゃって、そんな感じですね。それはすごいね。普通ほらアップグレードポイントとかさ使わなきゃいけないけど、そうですね、使えばもっといいとこになるんだよね、はい、しかも4時まで入れるんで、もうほぼすごいね。で早い時間にチェックインしたんでしょ。そうなんです、そうなんですよ。ホテルとして嫌な客だね。そうですね。でもまあそれだけ泊まってるから、はい、上級会員でアップグレードされてっていうことだよね。そうなんですよ。はい、ということはやっぱりほら僕が言ってるように飛行機のマイルの会員さんっていうのは確かに得はするんだけど、やったぜって感じはするし、はい、上級会員って扱いを受けるんだけど、はい、実際に年間何百万って得するのはやっぱりね、ホテルはね。そうなんですよね。毎日のことだからね。はい、例えば2週間旅行行きましたって言っても飛行機乗るのは2回、はい、往復のね行って帰る、はい、ところが2週間泊まると14日間ホテル泊まる。やっぱり恩恵は絶対ホテルだよね。全然違いますよね。で僕たちみたいに上級会員だと朝昼もちょっとしたもの出て朝昼晩全部タダでしょ、はい、飲み物全部タダでしょ。そうですね。酒もタダでしょ、はい、そしたらもうかかるお金がないんだよね。確かに。でその激安で泊まるわけじゃん。食事代だけでホテル代が出ちゃうみたいな。本当ですよね、うん、そしたら1ヶ月ホテルに暮らしてもなんか普通に家借りれるより全然安くなっちゃう。確かに。だって食事代まで出るんだから。そうなんですね。だって電気ガス水道いらないでしょ、うん、だから全部出ちゃうわけだね、はい、特に家にいたら電気ガス水道払わなきゃいけないし、はい、でもう食事なんか当然だしね、はい、すると考え方によってはね上級会員にもうなんていうの安くならないと意味ないから、ね、うん、安くなってでホテルライフを楽しむみたいな、はい、それもホテルライフで時々仕事の合間にリラックスしたり、はい、スパ行ったり、はい、そういうのもなんか最高ですね。上級会にタダで行けたりするもんね、はい、でジムの服装とかさ、手術とか貸し手術とかも上級会にタダだもんね。そうですね。そしたらもうすごい恩恵受けられるもんね。じゃあどうせだったらあれじゃない、弟子一そういうのをさまとめてさ、はい、なんか教えてあげるとかさ、はい、あとセミナーやってあげるとか、はい、それから女子でもライフスタイル、ホテルライフスタイル憧れる人もいれば、はい、男の子だったら、はい、ビジネスの合間に、そうですね、集中できる場所たまに使ってみたいとかね、はい、いろいろあると思うんだよね、はい、そういうのちょっと教えてあげる方法ってなんかないの。あ、そうなんですね。それでちょっと、まあ、去年塾長からいろいろお話を伺って、うん、ちょっとホテルライフスタイルに関してちょっと皆さんがすぐに実践できるような形でちょっと本を今回書かせてもらったんですけど。すごいじゃん、本出版するの。そうなんですよね。かっこいいね。いやいやいや、さすが弟子一だね。いやいやいや、やっぱ塾長に去年僕も話を伺って、やっぱ多くの人と話してると皆さんやっぱ飛行機には価値を置いてるみたいなんですけど、でも時間で見たらやっぱりホテルの方がはるかに全然流れてない。そうなんですよね。でホテルをしかもこう程よく取り入れてる
方ってやっぱりすごく成長していくのが早いなっていうのを感じていて、ね、使い方でいろんな使い方できるからね。そうなんですよね。気がつけばこういろんなお客さんもね、お客さんに逆に会いたくなるんですね。いい部屋だから来てちょうだいとか、ね、確かに確かに。その中で濃い話ができたり、はい、でラウンジとか無料で使えるんじゃない？最高ですよね。そうお客さんに来てっつってお客さんにお酒飲ませて食べさせて、はい、でコーヒー紅茶全部飲むの全部食べたみたいな、はい、そしたらお客さん喜ぶよね、うん、でその中でまあたわいのない話でも、はい、そこからいろんな将来のいい話が出たりとか、はい、知恵の交換したりとか、はい、すごい有意義なあれになるよね。そうですね。あと塾長も去年おっしゃられてたようにそのホテルでのこうまた自分と向き合う時間というか何かを考えたりする時間ってやっぱすごいやっぱ家とかだとできないことだと思うんですよ。そういうのってすごいその日常から離れたところでまたいろんなことを気づけたり考えられたりするんで、そう集中できる場所って大変大事なんだよね。そうですよね。それやっぱ撮ってるか撮ってないか全然こう、まあ、差が開くっていうちょっと言い方がちょっといいか分かんないんですけども、うん、全然違うなっていうのを感じましたね。だからまあホテルを上手に使えば、実はここで話してきてものすごい方法があったりするわけで。ああそうですよね。じゃあその本とかってどうやったら手に入りますかね。この下にあのグーポチっぽく あると思うんで。あじゃあまた HTTP の GOO っていうのをポチしてもらうと、はい、だってその本高い本だと嫌だよ毎回毎回その。いえあのものすごく数百円っていう感じ。数百円で入る、はい、えそこでもしかしたらあれえまずいんじゃないのそれで。えあのあれホテルの内容書いちゃってんの。そうですね。それで年間何百万も得しちゃうの。まあでも人によって得しちゃうことになりますね。人によって、はい、そんなとこまで書いちゃってんだ。そうですね。あらちょっと書きすぎはよくないけどね、はい、でもまあなんでかというとほら一気に拡散しちゃうと、はい、あのその人たちが使えなくなるかもしれない。そうなんですよね。じゃあ早めに本を買って、はい、早めに勉強すると。そういうことですね。そういうことが大事ですね、はい、じゃあまあ何百万とはいかないかもしれないけど、まあ、かなり得するとこまで、そうですね、書いてくれる感じがいいかな。はい、それはぜひみんなに広めていただきたい。そうですね。もしよかったらまた口コミで周りの方にあのシェアしていただいたりとかしたらすごく僕らとしても嬉しいですし。そうだね。やっぱ僕塾長に教えてもらってよかったんですけど、こうガチンコ仲間とかで、うん、まあ自分と家族とかで共有するのもいいんですけど、こうラウンジであの皆さん上級会で語ったりとか、うん、今度もあの年末報告会もまあ某高級ホテルで皆さん泊まるんですけど、みんな上級会員なんで、うん、朝食無料だったりとか、うん、そういうの共有できるのってやっぱ最高じゃないですか。そうだね。で、あの上級会員の場合は最大4人とか、まあそうですよね、一緒に食べに行く人無料だったりするから。そうなんですよ。人を誘えるよね、はい、いや俺ちょっとあそこのホテル朝食無料なんだよね、でこっち一人しか泊まってないからそこっち来て一緒に朝食しないとか、ね、確かに確かに。そういう誘い方とかもできるもんね。そうなんですよね。そしたら彼女彼氏もそうだし、はい、仕事仲間もそうだしね、はい、何らかのものでこういろいろ使えるもんね、うん、まあ、みんな無料だって言って喜んでくるから、ね、確かに。まあそう考えるといろんな使い方あるよね。そうなんですよね。飛行機だとやっぱり海外行ったり遠く行ったりするからハードル高かったりすることあるもんね、はい、確かに。ちょっと都内でいいホテルで声掛けしていくってこともできるんでね、はい、じゃあこれからちょっとホテルもみんな行った方がいいよね、得だからね。そうですね。まだやってる人がいないからこそぜひチャレンジしていただければなというふうに思っています。じゃあ下をクリックして、ちょっと本の方を、ね、そうですね、見てもらって、はい、うん、まあそんな安いもんだから、はい、どうのこうのってわけじゃなくて金額合ってないような金額だと思うんで、多分キャンでいいことか、そうですね、そういうレベルだと思うから、はい、まあ、それでまあちょっと一回、勉強してもらっていいね。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガチコン毎日塾ホテル塾。